こんにちは。今までに会ったことはないよな。うん、初めましてだよ。私はストレア。よろしくね。怖い顔して。ちょっと興味があったから観察させてもらってたの。キリトは強くて有名人だもん。興味を持って当然。あ、わかる？私も結構強いよ。それにしても、やっぱりね。キリトやっぱり近くで見た方がずっと可愛いね。えい！いいじゃん。だって可愛いんだもん。こうしたくなっちゃうよ。ねえねえ、これから時間ある？一緒にお茶でも飲みたいな。いいよね。さっきも要望を聞くって言ってたし。やったね。ここのカフェでいいよね。さあ、座ろ座ろ。キリト、そのカフェオレって美味しい？私のミルクティーちょっとあげるからそっちも飲ませて。思ってたより甘くて美味しい。コーヒーとかって大体苦いじゃない？苦いのって嫌いなのよね。本当？それじゃあいただきます。前からキリトのことを見てたよ。75層のボスを倒した時とか、
それって、私のことをもっと知りたいってこと？キリトって、結構積極的なんだね。でも質問はここまで。答えてほしければ、また今度デートしようよ。今日はありがとう、キリト。また今度ね。約束だよ。見たことがあるけど NPC じゃないよね。あれは下の階層から新しく来たとかそういう人。それにしてはずいぶん仲がいいみたいですけど。うわっ、あの人キリト君の膝の上に座った。ちょっとちょっと、何なのよ一体。何かとっても仲良しさんみたいね。アスナ、落ち着いて。顔が全然笑ってないわよ。私ちょっと行ってきます。あれはもう放置していいレベルじゃないですよ。なんだ、俺の膝なら漏れなく全員座れますよ、なんて。あんたは観葉植物の植木鉢でも抜けてなさいよ。ひってえ、ちょっとした冗談じゃねえか。それじゃどういったことなのかキリトに説明してもらいに行きましょうか。キリト、ちょっといい？皆さんどうも。キリト君、あの、その人は？あの、あなたはキリトさんとどういう関係なんですか？キリトとは、とっても仲良しな関係。仲良しな関係だったら、膝の上に乗ってもいいんですか？なるほど。紹介ありがとうね、キリト君。それとキリト君、後で私の部屋に来てもらえるかな。ねえねえ、私も行っていいかな。アスナってキリトのお嫁さんなんでしょ。キリトのお話聞きたいな。なんか楽しそう。楽しそうって。ねえ、みんなで行こうよ。え？そりゃ構わないけど。なんなんですか？痛い。
私まだキリトの部屋に行ったことない。アスナの部屋もキリトの部屋も見てみたいな。なんだか大変そうね。あの、じゃあ部屋に来る？あ、でも今日はやめておく。もう十分に楽しんだし、それにみんなとも仲良しになれたし、だから二人の部屋に行くのはまた今度の楽しみにとっておくね。ええ、あなたがそれでいいならいいけど。うん、それじゃあ私帰るね。キリトもみんなもまたね。はあ、嵐のような子ね。何だったの本当。どうせキリトが街でナンパしたんでしょ。ちゃんと責任取りなさいよ。希望。ああ、75層の扉が開いてから攻略組が帰ってこないだろ。これは何かあったなと思ったわけだよ。希望がなかなか一人にならないから会うのが遅くなっちゃったよ。そうだけどな。ああ、戻れないんだろ？なに、もともとこの世界から抜け出せないのは変わらない。だったら、俺っちも前に進むよ。そうだろ？これはマップデータだよな。ありがたくいただくよ。お題は、借りができるのはあんまり良くないんだけどな。特にキーボーからの借りは。そっか。じゃあこれからもよろしくな。言われなくても大丈夫だよ。
何？分かったわ。よろしく。立派な店構えだな、リゼ。そうでしょ。新装開店、リズベット武具店へようこそ。滑り出しにしてはまあまあね。感じの店でしょ。ちょうどこの物件が残っていたのよ。前みたいな水車がないのは残念だけどね。思えばあのお店でキリトの片手用直剣を作ったっけ。結局あれより強い剣は作れなかったわ。ダークリパルサー、暗闇を払うものだったわね。私が作ってあげてもいいんだけど、ただし条件があるの。私のスキル上げに付き合ってほしいのよ。ほら、事件のせいで家事の上級スキルがなくなっちゃったって言ったじゃない。だからまた上げ直さなきゃいけないのよ。それがないと鍛冶屋としても半人前だし、それにキリトの剣も作れないし。え、本当に？ごめん。キリト攻略もあるし忙しいかなって思ってたから。私のために。ああ、そういう意味ね。まあとりあえずありがとうキリト。じゃあこれからは時々でいいからお店に寄ってもらえる？来てもらえたらその時スキル上げに付き合ってもらうから。来なくてもいいからね。うん、待ってるからね。
何？キリト？そうだな。そうだな。そうね。それじゃね。いらっしゃい。いらっしゃい。よし、どうなの？よう。Thank you.
Yeah!
よう。そうだな。楽しくなりそうね。そうだな。そうだな。なるほど。そうだな。緊張してる。それじゃね。そうだな。頑張りましょう。おう。それじゃね。何？